はようございます。おはようございます。ラブミーオンが、スペシャルゲストで T 世界の T 並木さんとかなぱんさん K、最近の一人だけ T T ということで2日目、まあ大体もう昨日で状況が分かったと思いますんで、ねえ、もう並木さんも今日は本気出してもらおうかな。まあね、うん、ね、あとはね、カナパンにもね、釣ってもらいたい。そうですね、はい、ねえ、あとできれば希望的観測で言えばね、宇都宮さんがね、あ、朝キャッチするところ僕は見たいんですよ。そうですね、ね、多分これが8回目ぐらいの放送になると思うんですけど、まだ釣ってないですもんね、宇都宮さん。釣れないおじさんっていうもう昨日の夜のね、あのキャンプ、はい、ね、野外キャンプ&イートも最高、ね、宇都宮さんのおかげですから、ね、まあ、今日もじゃあ釣りは置いといて、俺はカメラマンでみんなのために貢献すると。でもなんか朝のうちにもう言い訳を用意されたかのように、うん、でもこれはね、もうマジで今日は宇都宮さん、うん、あのカメラマンに割り当てして、はい、2カメ体制で、はい、ねえ、今日は撮っていきますので、より皆さんの釣りを、ね、短いください。低いですね。ということで、はい、行くぞ、はい、せーの、ラブミーオンガー。怖いね、シャレ撮るね、これね。シャレ撮る、写真撮っちゃう。はいはいはい。全然シルエットしか見えないよ。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様でした。初音楽バスで釣らせていただいてありがとうございました。ま, また明日もみんなで頑張りましょう。はい。乾杯。はい。乾杯。乾杯。乾杯。ハイボールだけ草の方で出てきた。ナミさん、あれさ、これで普通じゃない？普通じゃない？暑いよね。マジで、遅いのに。俺、異常かな。あそこに、あの明かりがついて、暑いやろ。暑いやろ。ちょうどいいんですよ。ねえ。アメリカのトーナメント動画最高です。ああ、ありがとう、ありがとう。あれ、バッシングロードかな？僕は、ね、10年以上前に出てたんですかね。ね、音楽ちょっと抑えてる感じですよね。まあ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 、みんなの魚をね、残しつつね、まあ今日初日なかなかいい感じでね、掴んだんで、明日もう本気モードでいきます。え、本気モードいっちゃいます？いっちゃおうか、どうしようか、抑えてた方がいいんじゃないですか。そうだね、仲間に釣ってもらった方がいいかな。ね、穴を持たせたりね、下を育てなきゃ。そうですね。あ、もう普通にあの箸をお渡ししますんで、あの焼肉のようにやってください。尾崎くんはね、ずっとね、T なめきの前で緊張しすぎて全く喋んない。ほぐれてください、ちょっと、ね、ちょっとだってね、今日ね、カナパンに釣りを教えてる時めっちゃ流暢。あー、ほんとここの岩が、うん、めっちゃかっこくて、パンオフしてリアクションで食わすんですよ、尾崎くん。ね、そう、めっちゃ優しかった。めっちゃ優しくて、めっちゃ流暢で、ね、的確なこと言ってるけど、並木さんの前でなんか、あ、僕、アメリカに行って、違う人みたいな。この男ひどいよね。来た来た来た。これほら。これね。ダチョウ君で、これなんか塩コショウの。おい、おいていいですかって言ってます。おまゆです。おいていい。違う。近藤さん、近藤さん。ショップ名は何ですかって来てますよ。ロッツマン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 。ね、僕が経営してるショップ名は何でしたっけ？え？僕の。お、ねえ、見てますね。よく見てるね。
お店はリールマンです。ナミ、ティーナミ、昨日お店はリールマン、リールマン、自分のお店はロットマン、ロットマン。じゃあ僕ルアーマンだそうかな。まず第一投はカナパンに。今ちょうど通勤ラッシュ。うん、はい、あ、いいですね。みんな1等ごと、チャンス1等ごと。出てきそうだけどね。いや、この辺やっちゃうわですね。先持ってます。でかい。今三崎が走って持ってきてますんで、はい、オーバーで。オーバーで、オーバーライドに変えた1投目。おー、うわー、めちゃくちゃでかいじゃないですか。すげー、すげー、いい魚だ。吹き出した。うわこれはすごい。ちょっと待ってください。オーバーライドに変えたファーストガース。しびれたな、すごいな、これでかい。これは何センチメートルあるやろ、このバス。ね、まあ60はないけどね。いや、朝なんでね、昨日本件がその橋桁周りで、はい、ハイカットフローティングだけでやる、あとアシュラで、まあ、多分水深 1m1.5 ぐらいで釣ったっつ、はい、でもなんかね、カラパンと2人で攻めてたけど、はい、そういう上ずってる感じがしなくて、まだ朝で一段低いのかなと。なんでオーバーライドに結び替えて、もっと下流のもっと深そうな、多分3、いや 5m ぐらいあるかもしれない、それぐらい落として、な、数回こうリフトしてたらもうゴーンって、うん、はい、これはやばい魚ですね、うわ。じゃあ三崎、これは 5g か、これか、まあ 5とかの。カラーはなんで今回このカラーでされたんですか、最中。うん、サイチェ、このカラーの理由って何かあるんですか。あ、多少、もちろんアピールなりフラッシングは欲しい。でも
例えばドチャートとかねだとちょっと強すぎて見切られたら嫌だなと、なんだかんだプレッシャーもかなり高いじゃん、高いですね、来てびっくり、良さげな場所は必ず人がいるみたいな、まあ、土日はすごい多いエリアです、うん、なんで本当はね、こう黒金かこういうのぐらいから入るのが普通なんだけど、ちょっとプレッシャーを加味するとね、で本当にハイプレッシャーの時はこういう色ってやっぱ釣れる、うん、このこういう2つフラッシングを抑えて、うん、これなんかクリアリザーバーのプレッシャー高いような時はもう最強からこれでしか釣れないんだ、うん、なんででハイアピール系はこっちじゃん、ね、でなんでその中間となるこの辺の色が今の気分的には好きなんだ、安心アピールもしながらでも背中がグリーンで水に溶け込むようなから、こういうのは背中はね水に溶け込まないじゃん、だから使ってても自分からもルアーが見えるぐらいもうギラギラ派手な、うん、これなんかもね、うん、ローライトだったら雨の日だったらこんな状況だったらこれから行ったかもしれない、うん、あとはこういうのもね、まあまあこの辺のランプね、まあ、マディとかでいい、マディのタフコンですごい強いみたいな、針をその場所によってちょっと、ハリーのチューンっていうのがあって、まあオーバーライドってね、あのバスのバイト率は極めて高いメタルバイブだと思うんだけど、あともう一個メリットは根掛かりしにくいね、なんで特におかっぱりとか、あとおかっぱりに限らないけどかすみとかね、捨て網とかいろいろ障害物があると、ダブルフックがもともとねこういう感じなんですね、このフックポイントの感覚が狭めなで、これは根掛かりしにくい、うん、だから根掛かって取り行けないような場所はこのまま使うべき、うん、ただまああんまり根掛かりしないような場所とかね、まあ取りに行けるような場所だったらフッキング率重視で言ったらちょっとこう広がったりしょ、これよりほらこっちがもともとこっちが 1.5 倍ぐらいに広がってるね、うん、なんでまあここ軽いテトラだし、そんなロープとか捨て網とか人工的なね布みたいなゴミがないようなところであれば、この角度を2倍ぐらいにこう広げてこう、うん、とフッキング率は何割かアップする、あとかけた後バラしにくい、なんで今はねちょっと広げ気味でややややってた、うん、でさらにこう広げプラスもうちょいこうガニ股にしてさらに広げてもいい、フィールドに合わせたチームですね、うん、ただやりすぎると根掛かりが増えるから、うん、ノーマルの方に使うのまず少し、うん、今釣ったのがちょっと広がってるでしょ、うん、これ釣ったやつ今のヒトルワですね、そうヒトルワこんな感じ、だからまあ岬にこれとか渡しておくけど、これ自分でペンチで、これが5で、ここで釣れます。やってみて。またなくなったら。いや、オーバーライドの破壊力は今見た通りやけ。あとはね。本当ここでメタルで釣れるって話は全然聞いたことないです。そうか。使う人がいない。使う人はいないですよね。うん、穴打ちならあるんですけど、沖に投げてメタルやるっていうのは、うん。穴打ちじゃなくてオープンに向かって投げる人はなかなかいない。フラフラ泳いでるバスにもすごい有効だから、場所が絞れるのね。やばいよ、美咲くん。地元勢、全然釣れてないよ。アウェイの人たちばっかり釣ってるよ。頑張ってよ。ね、釣り方、あの無限にあるし。宇都宮さんも頑張ってよ。いやいや、僕今日撮影なんで。僕がね。ベンチが釣るとこ見たいね、本当はね。いや、オーバーライド使えば僕でも釣れるんですけどね。ただ、ちょっと残念ながら撮影してるんで、使えないんですよ。オーバーライドマジやばいっすね。マジやばい。昨日のだってね、あそこ本流でも、ね、でバレちゃったけど、うんうん、いいサイズのバスかかってたし、何しよ。カナパンに釣られたらもう終わりやん。あ、本当。解散かもしれん。カナパンが先に釣ったらラブミー4がメンバー交代だね。頑張らんと。ちょっと待って。え、釣れたっしょ。お。え、釣れたハス？ハスだ、ハス。釣れたよ。ハッシーが釣れました。ハッシー。イエーイ。それバスじゃなくてハスですね。ハス。
です。オーバーライトでハッシーをゲット。もう持ってる。イエーイ。サイズどのくらい？これ60ミリかな。60ミリ、イエーイ。釣れたよ。頑張ろう。あ、違います。ハス3本。大きかった。ご安心ください、ハスですよ。ハス3本つって、やばい。バスじゃなくてハス。これも男の子かしら、このハスも、ね、はい、元気いっぱいのハス。さっきよりサイズアップできました、うん、ハスの。ハスのサイズアップできた。バスプロじゃなくてハスプロになろうかな、私。ハスプロ、うん、なれるよ。なれるよね、これ、うん、イエーイ。